こんにちは、バンでございます。お久しぶりです。マジお久しぶり。今回はね、2週間ぐらいヨーロッパ行ったんですよ。ヨーロッパって言ってもフランス、イギリス行ってきただけなんで、ちょっとヨーロッパというにはあれかもしれないですけど、行っておりましてですね、片道行きがなんていうの、ワンストップのやつ、直行便2の直行便で行ったので、行きがで11時間2時間ぐらい、そんなもんで、帰りが、途中でアムステルダム乗り換えだったんで、1時間11時間ぐらいかな。で、間に4時間近くあったんだけど、まあ、間トランスファートランジットで、どっかの空港に行くの、結構ね、空港の中撮るの楽しみでね、好きなんですけども、そんな感じで行っておりまして、向こうではね、基本仕事で行ってたんで、あんまりフリーな時間なかったんですけど、それでも最後のロンドンかな、で一泊してちょっと時間が作れたんで、そこでスナップ撮りをしておりました。その動画をまあダイジェストというか、ダイジェストにしてもしなくてもそんな変わらないぐらい大して撮れてないんですけど、それをちょっとと言いながらズルズルですけどね、見てもらうとちょっと異国の雰囲気が楽しんでいただけるかなと。ひょっとしたらロンドンで見てくれてる人もいるかもしれないけど、そんな感じでございます。ちょっと見てください。おはようございます。ただいま私モントレイユにおりまして、これ宿舎がすぐそこなの。これからですね、パリ市に、地下鉄の9番線でね、9番線に乗って、パリ市内のカメラ屋さんにちょっと機材を買うとは言わないんだけど、レンズ、マイクロフォーサーズの望遠ズームとか望遠単焦点なりあったらいいよなっていうのと、カメラ屋さんパリどんな感じかなっていうのが見たいので、花泥棒が見たいのでちょっと行こうと思ってます。街はこんな感じだよ。この一つ言えるのは、歩行者信号がやたらと低いっていうのがね、面白いです。今日ね、カメラはソニーの X3000 に GoPro から買い替えましてですね、 X3000 を使っておりますよ。どうだろうね、ちょいちょい見てるけど、絵はちょっと地味がちではあるんだけど、全然使える感じ。ここから、そう、そこに地下鉄の入り口あるんだけど、ちょっとぐるっと駅前のメインのところをモントレイユ市をね、モントレイユ市庁舎前をちょっと見てもらいましょうか。あれがモントレイユ市庁だって、駅前広場。そうそうそう、こっちにも入り口あるから、こっち回っちゃおう。まあいい天気。あ、市庁舎かっこいいね、やっぱり。じゃあ容赦ない。青になった。なんか日本の感覚からすると、予兆なしに突然青になって突然赤になるからよくわかんないんだ、これ。さあ、ここにも同じ地下鉄の入り口があります。メトロ9番線、地下鉄が行ってしまいましたね。ここはね、マリー・モントレイユっていうモントレイユ市の、ほんで9番線の終着駅なんですよ。帰ってくるとき非常にもってりゃつくっていう安心感があります、ね、さあ、オベルカンプ駅に着いたはいいんだけど、ここからどう行くかが、よくわからないんだけど、ただありがたいのは、今スマホの時代だからさ、地図が簡単に出ます。ん、来たのと反対側の出口から出るっぽいね。ってことは多分こっち。いや、俺もすでにどっちから来たか覚えてない。とりあえずこっちから来たと思いましょう。こっちから来たと思って逆方向に行ってみます。メタリカ T シャツ、なんかパリの地下鉄独特じゃないですか。
なんかもう乗り慣れちゃって、ずいぶん去年も来たしね、今年も激しく地下鉄ばっかり乗ってるので慣れてしまいました。照明写真がやったらいっぱいあるんだよね。これこれ、パリの人はそんなに照明写真が必要なのかな。よいしょ。とりあえず出てみよう。灼熱。ここもパリ市内ですからね。あっつ。さあ、ここはどこでしょう、現在地が出るんでしょうか。お、合ってる。このままこっちの方に行けばいいのか。いや、逆だな。ちょっと風強いね。マイク、外付けマイクあったらつけようかな。さあ、ちょっと風が強いんで、吹かれ対策で外部マイクをつけてみましたけど、見えないよね、動画で。まあ、気持ちのいい天気。今日ね、平日のはずですよ。金曜日、6日の金曜日、7月6日の金曜日です、まあ、だからどうだというもんではないんですけど、とにかく穏やかな日差しで、最近ずっと暑かったんだけど、今日は穏やかで非常に過ごしやすくてありがたい。ああ、俺荷物がもう限界来てるから、ぼちぼちスーツケースなりバッグなりを買い足さないとまずいんですけど、だいたいいつも現地で何とかしちゃうんで、こう渡りたい、渡りたいが信号は赤、赤信号は容赦ない、人も容赦ないですね。ああ、待つ。かっこいい建物。やっぱりもう見慣れちゃったな、本当。青だ。これ分かりづらいんだよね。盗まれるので、家具屋さん、うわ、おしゃれこれ、素敵だね。いつも盗まれちゃうので、鎖で繋いでありますね。なんか俺間違えて逆の方来てるな。ということは、クソ逆だな。方角的には反対側みたい、あっち側だったみたい。なんか道を間違えていたのを修正して正しいっぽい道に来たよ無理やりだよね。とりあえず正しいっぽいところに来たんだけど、この通り沿いの右側にあるっぽいのか、どっかで渡んないとね。あっち側に、反対側にあるっぽいですね。そういう感じみたいですね。あ、あった、あれだ。サークルなのかよくわかんないですけど、サークルっぽいんだけどサークルではなく、サーカスっぽいけどサーカスでもない、そんな謎のカメラ屋さんです。カメラ屋さんに、まあカメラ屋さんに一遍切りますわ、店内はね。こんなお店、お、すごいすごい、もうジンバルとか売ってるわ。あ、すごいですよ、レッドじゃない、ブラックマジックか、これすごいの売ってるわ。よし、ちょっとレンズ見てみよう。あ、ここの店すごいわ。今ね、ビデオのところ入ったら書いてある書いてある、ビデオはビデオだけで1テナントで、これ全部別々になってんだって。だからニコン、フォト、ソニー、ニコン、そこペンタックスとかっていう風になってるらしいので、何個か先って言われたな。そういえば富士じゃなくてマイクロフォーサーズはどこだ、ここまでか。コンデジだ。マーク4、859ユーロ、1ユーロ130円ぐらいなので。あ、シグマのあれとか売ってるね。ここがソニー、ペンタックス、マイクロフォーサル、どこだ、フランスで見るとカメラも一味違って見えるのかもしれない。ペンタックス、あ、パナソニックあるわ。ここ入ってみよう。できましたよ、サークフォト。未だに呼び方がわからない。
ここあれだね、ヨーロッパってインターネットで見てるとあのネット通販の価格ですら結構高いんだけど、店頭はさらにいいお値段してるね。だからやっぱり国産のものって日本製のものを日本で買うのって意外と安いんだなというのがよく分かって、ありがたいなというのは非常に感じますね。というわけであのカメラ屋さん田んぼは僕一人で楽しんでしまいましたけど、いやあの面白いこといろいろあったよ。大体売ってるもの一緒ですけどね、もう今市場がワールドワイドになってるみたいな。そんなわけでですよ、別にあのレンズを買い足すこともなくカメラ屋さんを出てきたので、この後何しようかな。地下鉄メトロの駅そこにあるんだけど、地下鉄乗っても別に面白くないから、さっきのマルシェに戻るか、その辺をスナップして回るか。スナップ機構出したいなーって言ってね。でもこの辺はね、意外ともう取り尽くしたっていうほどめちゃめちゃ歩いてるわけじゃないんだけど、パリって面白いのね、様子が変わらないの別に。あのかっこいい この後ろのさ、かっこいい建物とかいっぱいあるんだけど、それが急に変わっていくっていうことがなくて、ひたすら似たような街並みがずーっと続くんですよ。だからよいしょ、これね、かっこいいけど初日2日目はすごいすごいって撮るし、まあ別に素晴らしいんだけど、変わり映えはしない。うるさい、うるさい、すごくうるさい、そういう感じなんです。なのでちょっと歩きながらスナップ機構をしようかな。そういえばおさん写真撮 T シャツ着てるよ、まあ、誰も読めないよ。さっきそういえばね、アジア人どうも日本人らしき人に突然握手を求められて、何なんだろう、スリなんだろうかと思ったんだけど、別にそうでもない。なんだろうね、あのフォトグラファーに対する敬意はなぜかやたらと感じます。あのビルかっこいい、あれ何、あの有機的なやつ、あれちょっと見に行きたいな、あれちょっと撮ろう。そんな感じでこの辺ちょっとぐるぐるっとスナップしようかな。ここがオベルカンフっていう駅で降りたんだけど、セバスチャンストリートみたいな名前ですね。そんな感じのところちょっとうろうろしたいと思います。いや今の今まで配信してたんだけどさ、配信してる間にこう道のディレクションなんか分かるはずもなく、さらに迷子どこだよここアシスタントアニマウクス、なんだこれ、動物のお手伝い。まあね、本当に困った、本当に動物のなんかトリミング屋さんかなんかだね。本当に困ったら別に Google マップがあると思うと余計に容赦なく迷子になれて面白いですね。暑いな、しかしなんかこう、あ、トライアンフだ、ボンネビル、アベニュー・デラ・リパブリック、リパブリックっていう駅あるな。あのデラって初めて見ました、こっち来て。ザック・デラロッチョの世界ね。あ、ホーネットだ、ホーネット懐かしい、乗ってたよ俺これ。あ、メーターがよりかっこよくなってる。よっしゃよっしゃ、あ、特に今日はスナップするでもない感じで、ひたすらパリをうろうろしただけになりましたけど、ね、しかもそうパリらしくないとこね、きっとね。とりあえず今日は早めに宿に戻ってあれこれ準備したり、明日の移動に備えねばならないからですけど、体力の温存的にもこのままにしておきましょうかね。というような感じでまたどっかで、多分これは、動画撮って最後にまとめてブワーってまたいつものダラダラ長い動画にして、出したりとかすると思う。またその辺どっかの続きをこの後やると思う。また